まずは、右から左へ聞き流す。高級ミニ戦。初代モンハンから登場しているスキルだね。現実社会でも何かと必要です。ミニ戦という名の通り、本来食らうと行動不能になるモンスの方向を無効化する効果を持っているよ。動けなくなるほどの大声ってどんだけ大きいんですかね。攻守ともにチャンスを作れるスキルとして、どのシリーズでもとても人気なんだけど、ワールドではこのスキルの重要性が特に高くなっているんだ。ワールドだけ何かあるんですか？ワールドではモンスに背後から発見されてもひるむことはないんだけど、その代わりなのか大半のモンスが方向を使用するようになったんだよ。そんな副作用いりません。しかも過去作で方向症だったモンスも、防ぐことがより難しい方向台を当然のごとく出してくるんだ。もはや嫌がらせでしかないです。特に歴戦個体とか強力なモンスともなると、ただでさえ頻繁に吠えて妨害されやすいのに、方向後に飛んでくる攻撃でキャンプ直行なんかもありえるんだよ。方向をなんとかしないと戦いになりません。まさにその通りなんだ。だから回避に長けていない限り、とても主要なスキルと言えるわけだね。現実にもそんな優秀な耳栓が欲しいです。続いては、現実にも欲しい。風圧。どんなスキルなんですか？モンスが起こす風圧によって生じる行動不能状態が、無効化されるスキルだよ。風圧、地味に厄介ですもんね。風圧スキルは初代からあるんだけど、登場シリーズごとに若干効果やシステムが異なっていたりするんだ。意外と進化してたんですね。このスキルが特に求められたのは防御のことだね。他シリーズと何が違うんですか？モンスから発生する風圧台で硬直する時間が他作品と比べて少し長くなっているんだ。迷惑至極です。しかも一部モンスに関してこっちが風圧で行動不能になっているうちに即落ち級の技を確実に当てるという凶悪なコンボを使ってくるようになったんだよ。イオビンビンに感じますよ。ちなみに4以降では風圧を完全無効にするスキルはないんだ。以前の作品にはあったんですね。でもスキルポイントを積んで風圧大無効を発動させることで、クシャルダオラさんとか固有が起こす流風圧を軽減できるようにはなったんだよ。戦いやすくすることは可能なんですね。続いては専用スキル侮ることなかれ。砲術。この砲術はドスからあるスキルだね。割と古参です。スキルが初登場した段階では、大砲やバリスタといった、迎撃兵器の魅力をアップさせるという、非常に限定されたスキルだったんだ。今では違うんですか？セカンドでは、ガンランスとボウガン。フォーからは、チャークにも適用されるようになったんだよ。使用できる武器が増えたんですね。ところがどっこい。通常のクエストにおいては、ガンランス専用のスキルと言えるほど、実は、ガンランスに特化したスキルなんだ。専用？そんなに優遇されているんですか？砲術の中で上級のスキル、砲術王を発動させれば、ガンランス最大の必殺技である、遊撃砲の破壊力が、大きく膨れ上がるんだよ。モンスもひとたまりもないです。さらに、フロンティアで実装されたさらに上のスキル、砲術神となれば、遊撃砲や爆融合砲の威力を 1.4 倍にするほどの破壊力を付与できるんだ。さらに強くなっちゃうんですか？もちろん、バリスタや大砲を中心に戦うことになるクエストでは、迎撃武器を強化させることで優位にクエストを進められるから、他の武器種でも発動させる余地は十分にあるね。ちまちま叩くよりよっぽど気持ちいいですしね。続いてはスキル界のシンデレラ、ノートウ。あからさまに剣士向けっぽいスキル名です。意外とそんなこともないんだ。ノートウ速度を上げてくれるスキルで、体験はもちろんヘビーボウガンやガンランス、はたまたスラークまで、ノートウに時間のかかる武器と相性が良いんだよ。剣士というより重い武器向けなんですね。それ以外にも、片手剣以外の武器は、ノートをしてからでないとアイテムを使えないから、大ダメージを食らってしまった時とかに、素早く回復するのに役立つんだ。意外と万能スキルです。このスキル、トライから登場しているんだけど、攻め続けることを神髄とした狩猟スタイルである、ブレイブスタイル採用のダブルクロスでは、ノートの隙を軽減する他にも、ブレイブゲージを貯める際にも活躍するんだよ。少しでも早く発動できればいいですもんね。ライズでは抜刀術技や太刀の重要技、居合抜刀鬼神斬りによって、特殊脳刀の価値が上がったことも相まってか、脳刀術は火力スキルと言い張る太刀使いもいるほどだね。そこまで重要なスキルなんですね。続いては、氷炭からコマ、整備。スキル名からは効果が想像できないです。ワールドシリーズで登場した特殊装具のクールタイムを短縮させれるんだけど、大幅に使用回数が増えるほどの効果はなく、登場当初の採用率はかなり低かったんだ。そんなスキルがどうして便利スキルに選ばれたんですか？第3弾のアップデートで、炎気流7テスカトリさんとその防具が追加されたことで、状況が一気に変わるんだよ。急に7ニャン出てきましたね。7ニャンの防具エンプレスシリーズが高水準の防御力とスロット数を誇っていたから、
登場後すぐに一目置かれる装備となったんだ。さすがナナニャンです。それでスロット目的にエンプレスを採用したら整備スキルも内蔵されていて、ついでに発動していたというパターンが増えたんだよ。そういうパターンでしたか。さらに吹っ飛びがあるすべての攻撃を回避し無効化することができる転身の装備も実装されたんだ。全回避はチート級です。この装備ヌはクールタイムが地味に長いから少しでも多く使いたいハンターたちにこのスキルが注目されたんだよ。多用される理由もうなずけます。続いては決まれば最高回避性能。ハンターが回避アクションをすると 0.2 秒無敵になれる通称無敵時間ができるんだけど、この時間を延長することができるスキルだよ。無敵時間、なんだか学生時代を思い出す響きです。モンスが繰り出す攻撃は高速で飛んできたり当たり判定が一瞬しかなかったりするんだけど、この無敵時間を利用することで攻撃をすり抜けさせることができるんだ。なお失敗している模様。このムーブを極めればモンスの攻撃後の隙にすぐさま反撃を仕掛けることまで可能になるんだよ。初心者というよりかはクロート向けのスキルっぽいですね。確かにタイミングを見て回避行動を行わないとこのスキルの意味がなくなっちゃうから、そうとも言えるね。使いこなすのは難しそうです。でもスキルをうまく使いこなせば反撃できる時間も増えたりするし、何より成功すると非常に気持ちいいんだ。こんなんであればあるほど燃えますね。ちなみに4シリーズでは回避性能をプラス3まで発動できるんだよ。プラス3になると何か違うんですか。なんとほぼ全ての攻撃をすり抜け可能というありえない性能を発揮することができるんだ。ほぼ全て、そこまでいくと逆に恐ろしいです。続いては仮の呼吸集中。このスキルが発動するとため攻撃のため時間が 0.8 倍に短縮されて、なおかつためゲージの溜まる量が 1.2 倍に増加するんだ。ため攻撃に特化したスキルなんですね。ため攻撃を使える武器は複数あるんだけど、体験と弓にとっては特に重要なスキルとなっているんだよ。そんなに重要なんですか。例えば体験のため斬りなんかはダメージ量が大きくて非常に強力なんだけど、相応のため時間が必要だし、溜めている間は全く動けないからモンスの隙を突く必要があるよね。確かにそうですね。ソロクエでは特にきついです。だからこのスキルを発動させることで溜める隙を減らせば溜め切りのチャンスが大幅に増えるんだよ。攻撃の幅も広がりますね。そして弓の方は手数の増強の他にも溜め中に消費するスタミナを節約することによって火力アップと快適性を保つことができる有用なスキルなんだ。なるべく快適に狩りがしたいもんです。続いては超鉄板スキル体力。ライズ以外に登場する体力の上限を増やすことができるスキルだね。ライズだけないんですか。ライズは防具側で体力を上げることはできないんだけど、その代わりとなる人玉鳥という環境生物がフィールド上に生息しているんだ。あの綺麗な奴らですね。それさえ回収できれば体力補正をつけることができるから、このスキルは不要と判断されたんじゃないかな。大人の事情ってやつかもしれません。さてスキルの説明に戻るけど、この体力スキルはアイテムや食事の補正とは違って、クエスト中に力尽きた場合でも効果が消えることがないんだ。飛躍のみ忘れてまた即座にサイドキャンプ行きという悲劇も避けられます。体力の補正値も大きくて、クエスト出発前の猫飯とスキルを組み合わせて使えば体力が初期値の100から、なんとワールドなら最大200まで増やせるんだよ。2倍じゃないですか。そのおかげで初期の体力だと一発で昇天していた大技を食らったとしても、スキル追加分によって生存力が大幅に強化されるスキルなんだ。やらかしやすい初心者も助かるスキルです。もちろん初心者ハンターだけではなく、飛躍の素材が集めにくい序盤だったり手強いモンスと対峙するクエなどで一定の人気を誇っているよ。これだけ優秀なら人気があるのもうなずけますね。続いては一石三鳥ひるみ軽減。ワールドで登場したスキルで敵味方の攻撃問わず指定のモーションを無効化できるんだ。指定モーションですか。スキルレベルによって違うんだけど、レベル1はのけぞり無効、レベル2だとさらに尻餅のけぞりに軽減、レベル3で加えて尻餅も無効化できるよ。焦ってればガチャしなくても済むんですね。大型モンスのちょっとした噛みつき攻撃や足踏みでひるまなくなるほか、小型モンスのちょっかいも無視できるから、剥ぎ取り中に攻撃されても中断されなくなるね。あれ地味にイラッとします。このスキルの大きな特徴はモンスの攻撃だけではなく味方の攻撃にも対応しているところなんだ。なるほど、もらい事故を防げるんですね。さらにワールドのバージョン 10.11 以降は追加効果として総中魂のエキス効果の一部が上昇したんだよ。どのような効果でしょうか。なんと大々エキスがある場合にひるみ軽減レベル3であれば、三色発動時は方向症、風圧症、振動台を全て無効化できるようになるんだ。全てですか。
だからそれまでは、ひるみ軽減はマルチプレイ向けという認識の強いスキルだったんだけど、総中婚においてはソロプレイ時にも発動させて損のないスキルになったんだよ。できることなら常に発動させておきたいです。続いては、カエルの方じゃないよ。根性。随分古いネタ出てきましたね。攻撃を食らった際に体力がゼロになってしまう、いわゆる即死攻撃を受けたとしても、一定値以上の体力があれば1だけ残り、キャンプ域が免れるスキルだね。これを根性でやってのけるハンターすごいです。このスキルの登場によって、今までどうしようもなかった即死攻撃への対策が可能になり、ハンターたちの生存率は大幅に上がったんだ。回避しかなかったですもんね。もしものために備えられるのはありがたいです。ただこのスキル、一応注意点があって、麻痺中は発動しないのと回数制限があるんだよ。麻痺中はともかく回数制限ですか？初登場時のセカンド G では発動の回数制限はなく、一度根性が発動しても体力ゲージを64以上に回復させれば、再度効果を発揮できたんだ。当時は回復さえすれば何度でも無力化できたんですね。しかしトライ G からは、一度発動したら一度力尽きないと発動できなくなったんだ。実質3回までってことですね。さすがに強力すぎると判断されたんでしょうか。とはいえ回数制限があったとしても、事故防止として重宝されてるから、ハンターからの需要はまだまだ高いんだ。強敵と戦うときは特につけときたいですね。続いては食欲の秋。キノコ大好き。 4G で初登場した比較的新しめのスキルだよ。配管工の赤いおじさんがよぎるスキル名ですね。スキルの効果は他スキルと比べてだいぶ変わってて、キノコ系のアイテムを調合をせずそのまま食べられるようになるというものなんだ。食中毒やら衛生面が気になるところです。そこはゲームだし気にしない方向でおねしゃす。それで例えば青キノコから回復薬、マンドラゴラから飛薬といった感じで、キノコによって効果がそれぞれ異なっていて使い分けることが可能なんだよ。一種だけじゃないんですね。このスキルを発動させれば、回復薬、飛薬など仮に必須な薬を調合書なしで10個追加で持ち込めるという、非常に有能なスキルなんだ。使用武器どころか経験値問わずめっちゃ使えるスキルじゃないですか。それに途中でキノコ類を採取して食べれば緊急需要としても役立つよ。材料集めなくて済むのはいいですね。ちなみに毒天狗だけやドキドキノコは、食べると毒になったり、スタミナが減ったり、マイナス効果が発動する場合があるんだ。これだからキノコはなるべく食べたくないです。ただ、このスキルを持っていれば、マイナス効果が出ないってとこもポイントなんだよ。気兼ねなくキノコ食べまくれますね。そんな万能スキルにもかかわらず、スキルポイント10で発動できる上、装飾品はスロット1つにつき2ポイントついているから、スロットが5つあれば発動できるんだ。スロットが微妙に余った時なんかにちょうどいいかもしれません。続いては、地味なれど優秀。砥石使用拘束か。剣士が狩猟に出ればほぼ必ず行うであろう。歯を研ぐモーションが短縮できるスキルだよ。研ぎ不要ではなく短縮ですか？意外と地味です。とはいえ、かなり優秀なスキルなんだ。通常、4回砥石を当てて研ぐ必要があるんだけど、このスキルを発動さえさせれば、たった1回砥石を当てるだけで、綺麗さっぱり研げちゃうんだよ。1回で済むなら相当時短できます。残念ながら、研ぎ後に武器が光るモーションは削ることができないんだけど、研ぎ回数を1回で済ませることで、実質半分ほど時間を短縮できるんだ。半分ですか？そうそう。最初に紹介した技もの同様、研ぎ時の隙が少なくなるから、攻撃の合間を縫って研ぎ直して、すぐ戦いに戻ることができるんだよ。闘技場とか、逃げ場のない時には特にありがたいですね。普通のフィールドのクエスト時でも、いちいちエリア移動して研ぐ必要もないし、間接的ではあるけど、戦力の維持に一役買ってくれる貴重なスキルなんだ。剣士ならぜひ候補に入れておきたいスキルです。続いては、逃げるんだよ。回避距離。回避動作を行った際の移動速度が速くなり、さらに移動距離が伸びるスキルだよ。初登場作品はセカンド G だね。回避の速度と距離が伸びるだけですか？とは言っても、スキル未発動時より 1.5 倍くらい回避距離を伸ばすことができるし、連続で回避すれば、ダッシュとそんなに変わらない速度で移動できるんだよ。それでも使いどころが謎なような。いや、攻撃、防御どちらにおいても、ある程度距離を保つ必要があるガンナーには結構重宝するスキルとなるんだ。と言いますと、一度転がるだけで攻撃を簡単に回避できるから、銃撃の適正距離が保ちやすくなったり、回避に費やす時間を減らして、攻撃を増やすことも可能になるんだよ。なるほど、遠距離武器向きスキルですね。特に移動、納刀の速度が遅いがゆえに、基本転がって移動するヘビーボーガンへの恩恵は高いと言えるね。機動力アップの一端を担ってくれそうです。他にも、緊急回避不可の水中戦においては、ガンナーだけではなく、剣士も距離を詰めやすくするために、このスキルをつけるハンターも珍しくないよ。
スキルの有無で大きく差が出そうです。続いては、近接武器必見。技物。モンハン G から登場している古参スキルで、切れ味に関係するものなんだ。近接武器向けのスキルなんですね。このスキルは、簡単に言うと切れ味の消費量が半分になるんだよ。半分で済むのはありがたいです。さらに、攻撃が弾かれずに通った時には、切れ味消費が 50% の確率で0になるという便利なスキルなんだ。0ですか？確率が 50% とはいえど侮れません。特に、ガンランスやチャージアックスとか、切れ味を消費するアクションが必須の武器には、必要不可欠なスキルなんだよ。切れ味なんてすぐ悪くなるもんだし、こぞって使いたくなるのもわかります。ガンランスやチャークに限らず、砥石の使用時には大きな隙を晒すことになっちゃうよね。モンストの距離感足りなくて、砥でいる途中に大事故。なんてのはあるあるです。だから、この技物スキルをつけておけば、砥石の使用回数を減らすことができる分、隙が少なくなるから、生存率をアップさせたり、使用時間を少しでも減らせるスキルでもあるんだよ。近接武器のスキルで迷ったら、とりあえずつけておきたいですね。続いては、カモネギスキル。達人芸。ワールドにて初登場の特殊スキルだよ。特殊、ですか？このスキルは、該当シリーズの防具を一定数装備することによって発動できる、いわゆるシリーズスキルなんだ。そんなスキルもあるんですね。肝心の効果に関しては、クリティカルヒットが発生した時切れ味消費を無効にする、というものだよ。では、技物とほぼ同じ効果なんですね。似てはいるけど、技物と達人芸の大きな違いは、確率を操作できるという点なんだ。一体どういうことでしょうか。クリティカルを起こすことができる、会心率を 100% まで上げれば、切れ味消費を実質 100% 無効にすることができるんだよ。クエスト終了まで研がなくていいってことですか。そういうこと。技物みたいな切れ味を補助するスキルは、切れ味以外の火力面には効果がないし、スキル枠の都合上、他の火力スキルも積みにくいんだ。枠も限りがありますからね。一方達人芸は、会心率を盛れば盛るほど戦力が上がるというシステムだから、切れ味だけではなく、火力面も両立することが可能なんだよ。まさに一石二鳥なスキルです。続いては、会心の一撃。超会心。クロスから追加されたスキルだよ。どことなくサイヤ人を思い出させます。超会心スキルを発動すると、クリティカルヒットが決まった時のダメージ補正の倍率を 1.25 倍から 1.4 倍に引き上げられるんだ。ダメージ補正率アップを狙うより、単純に攻撃力を増やすだけじゃダメなんでしょうか？攻撃の期待値なんかを計算してみるとよくわかるんだけど、会心率が高い状態なら攻撃力を上げるより、超会心をつける方が攻撃の期待値がアップすることがわかるんだ。なかなか難しいこと言いますね。ただ、もちろん、会心攻撃を出すことができなければ、ほぼ意味のないスキルになっちゃうから、基本的に会心率上昇スキルと併用したり、会心率が高めの武器と合わせて使うんだ。基礎値に頼るより手っ取り早いですもんね。武器種やスキル構成のほか、立ち回りもいろいろと関係してくるから、運用するのはなかなかに難しいんだけど、うまくできれば、抜群の威力を見せてくれるスキルだよ。ハンターの腕の見せどころですね。続いては、ロデオ特化スキル。ノリ。棒で実装されたノリシステムを手助けする花形的スキルだよ。どんな効果が得られるんでしょうか？ノリ状態に移行できる蓄積値と、乗ってからのゲージ増加量がアップするスキルなんだ。そもそも蓄積値を早く貯めれるとどんなメリットがあるんですか？ノリの蓄積値を貯めるためには、ジャンプ攻撃など特定の攻撃を一定回数当てなければいけないんだ。結構数がいるんですね。そんなわけでコツと経験が必要な蓄積値ダメも、このスキルがあれば手際よく貯めることができるんだよ。それは助かります。さらに、乗り後のゲージ増加恩恵も、よっぽどのヘマしなければそのまま成功させられるモンスも多いから、通常時より早く成功させることができるのは同じく効率的と言えるんだ。逆に、どんなヘマをすれば失敗するか気になります。だから総中棍や片手剣とか、乗りを狙いやすい武器にとっては、なかなか役に立つスキルだね。新システムを楽しみたいハンターにもおすすめスキルですね。続いては、切れぬものなどあんまりない。切れ味レベル。モンハン G から登場する剣使用スキルの一つで、武器の切れ味ゲージを一定量引き伸ばす効果があるんだ。切れ味ゲージですか？だいぶ今更だけど、切れ味というものは剣士にとってかなり重要な要素になるんだよ。なんとなく使ってましたが、どう関わってくるんでしょうか？切れ味は攻撃力、属性値、弾かれ、トライ以前の作品に至っては、会心率にまで関わってくるから、攻撃という行為、ほぼ全てに影響を及ぼすんだ。会心率まで？切れ味に命握られてるみたいなもんだったんですね。だから、切れ味を高めていけば、与えられるダメージが増えるし、攻撃が弾かれにくくなるから、結果的に破壊や尻尾切断も素早く行えるようにもなるんだよ。
良いことずくめです。ちなみに、切れ味の段階がワンランクアップするだけで、攻撃力がおおむね 10% 上がると言われているんだ。10% アップは大きいですね。それに、切れ味の段階は上がらず、ゲージ量が伸びるだけの武器についても、火力維持に貢献してくれるんだよ。タイムロスを防ぐことにもつながります。あまりにも便利すぎるスキルだから、装飾品を使って無理やりにでもこのスキルを発動させる剣士が結構多いんだ。それだけ必要不可欠なスキルってことですね。続いては、二度の偶然はない。弱点特攻。サードから登場したスキルだよ。ライズでもよく聞きますね。このスキルは肉質が45以上の部位。いわゆる弱点を攻撃した時に会心率がプラス 50% されるというものなんだ。だいぶ大幅アップですね。このスキルと会心率の高い武器などを組み合わせることで、百発百中の会心率を叩き出すことも可能なんだ。ゴルゴさんですか？これは主に、クリアタイムを重視して狩りを行う際に優先して発動されるスキルの一つだね。周回とかタイムアタックに行きそうです。ただ、大きなデメリットとして、肉質44以下の部位には全く効果がないから、スキルが有効になるのは基本的に、たった1から2部位だけなんだ。正真正銘、弱点を的確につかなきゃいけないんですね。さらに、強力なモンスは、弱点が狙いにくい部位に設定されていることが多いんだよ。転ばないと見えないモンスとかもいますよね。だから、照準を合わせて撃つことができるガンナーはともかく、剣士の場合は、弱点へ攻撃を当て続けるのは至難の技なんだ。簡単かと思いきや、意外と難しいスキルです。続いては、グルメレース。早食い。あのゲームは地味にはまります。このスキル発動中は、回復薬やこんがり肉みたいな、口に含んだり食べたりするアイテムを使用するときに、通常よりモーションが素早くなって、硬直時間が大幅に短縮されるんだ。硬直時間なんてありましたっけ？ほら、回復薬を飲んでガッツポーズしたり、こんがり肉を食べた後、一息つく動作だよ。ああ、あの昔の謎仕様ですね。そうそう。アイテム使用後のモーション中に、モンスから攻撃を食らって、無駄にアイテムを使う羽目になったことなんか、誰しも経験したと思うんだ。昔のモンハンあるあるです。この早食いスキルは、そのリスクを大きく引き下げることができる非常に便利なスキルなんだよ。それはありがたい。ワールドでは回復薬使用後のガッツポーズはなくなったんだけど、アイテム使用にかかる時間は大して変わってないんだ。知らなかったです。その上、アイテム効果が完璧に発揮されるタイミングは、動作が完了した瞬間なんだよ。ってことは、アイテムを使用しても、モーション完了前に妨害されれば回復薬は回復量が小さくなるし、解毒薬の類はそもそも回復しなくなるんだ。そんな事故も防げる早食い、恐るべし。続いては、私は拒絶する。ガード性能。懐かしいフレーズです。このスキルは、攻撃をガードした時に攻撃の威力値を軽減してくれるんだ。威力値とは何でしょうか？モンスの攻撃技ごとに設定されているステータスなんだけど、この威力値が高いと、モンスから攻撃をガードしても、防御しきれずにのけぞって後退したり、ダメージを受けるんだよ。のけぞりはこの威力値のせいだったんですね。そんな中、ガード性能を発動させれば、通常時のガードでは大きくのけぞる攻撃を小さくとどめたり、のけぞり自体をなくすことだってできるんだ。なくすこともできるんですか？そして、のけぞりを無効化、軽減できれば、ガード後の隙をなくして即反撃が可能になるんだよ。逆に隙を狙うことができるわけですか？だから、ランスやガンランス使いにとっては必須スキルとなっていて、あるとないとじゃ、討伐時間が大きく変わるんだ。ガード主体の武器に人気なスキルなんですね。さらにワールドでは、相手の攻撃の威力によって、スタミナ消費量が変動する仕様だから、必殺級の技が飛んできても、スキルレベルと威力値次第では、なんと、ほぼスタミナ消費なしで受け止めることが可能になるんだよ。きっと大団長もこのスキルを持っていたんでしょうね。続いては、ゆるい割に強力。電撃。クロスシリーズで登場したスキルで、一発攻撃を命中させれば、5秒間だけ会心率が 25% アップするんだ。5秒間だけとは随分短いですが、運営もさすがにそこまでケチじゃないよ。効果中に攻撃を命中させれば、再度、持続時間が5秒になるんだ。実質延長されるってことですね。しかも、これだけじゃないんだ。一発目の攻撃から効果を維持したまま、4回連続して持続時間を更新できれば、さらに会心率 5% プラスになって、合計プラス 30% まで上昇するんだよ。さらにプラスとは、随分懐がでかいスキルです。連続ヒットの条件さえ満たせば、相手の肉質に関係なく適用されるから、双剣や片手剣とか、素早くて数を増やせる武器の方が、効率的にスキル効果を得られるんだ。時間制限付きですもんね、仕方ないです。砲丸なんかも、貫通弾や散弾だとしっかり1ヒットごとの判定になるから、即座に 30% まで恩恵を受けられるんだよ。
うまくいけば1回打っただけでプラス 30% もあり得るってことですか？そういうことだね。また単純な物理火力の底上げ以外にも他のスキルと組み合わせることによって莫大な攻撃力を手に入れることができるんだ。応用が効くスキルなんですね。例えばどんなのがあるんですか？さっき紹介したスキル、超会心と混沌の陣薬を併用すれば、片手剣なら会心率 100% に加えて物理火力 1.4 倍まで上げることが可能だよ。めっちゃ簡単に底上げされてて草。続いてはもはやチート、自動装填。セカンド G にて突如現れて当時のプレイヤーに多大なる衝撃を与えた恐るべきスキルだよ。恐るべきとは一体どんなスキルなんでしょうか？なんとたった一度リロードを行うだけで弾切れになるか弾の種類を変更するまで手動でリロードせずとも自動で弾や瓶が装填されるんだよ。オートなのはいいですね。このスキルはリロードや瓶のセット動作の隙が大幅に削減できるし、勝手に装填してくれるから装填数を気にせずひたすらに攻めることができるんだ。ガンガン行こうぜ。自動装填のスキルを装着するだけでパーティーで火力を発揮できるのはもちろんのこと、ソロクエでも細かい隙をついて攻めていけるようになるんだよ。とてつもなく有能スキルです。特にリロードの遅いボウガンや装填数が少ないボウガンに使えばほぼ無敵状態に近くなるんだ。スキルのおかげで大きなデメリットが消滅するんですか？一応代償として弾を撃った時の反動が大になるんだけど、通常弾や属性弾ならもともと反動が小さいから大した欠点にはならないし、逆に各3弾や状態異常弾は反動が大きいためこれまたほぼ気にならないよ。デメリットもないに等しいわけですね。しかしこの素晴らしいスキルは残念ながらトライ以降消滅してしまったんだ。儚い黄金時代でした。いやー、使いたくなるスキルが盛りだくさんでしたね。このスキルたちに助けられた視聴者さんはめちゃくちゃいるんじゃないかな。皆さんの愛用してたスキルがあったらぜひ教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。